ウィスどうも、急にフランクになったな。クロスロードのこと意識しました。そんなわけで取りダメ消化です。今回が最後だと思うので安心してください。なんか音がしたな。よそ見してたら逃しました。ものすごいタイミングだったな。反対側に移って狙います。この状況でこちらを警戒しなかった彼は節穴でしょうか。おっと他者批判はそこまで。ふぅ。なんとかなりましたね。なんだあの突入。明らかに音も出てる状況でそれは不利なのに、頭使ってゲームし、敵がドローン投げてきやがりました。間違えた。ん?ちょっと待っているじゃないですか。あの状況でよく打ち勝てたな。攻撃です。この上なく適当な状況説明だなおい。敵3人に囲まれてます。ポイントに突入できはしましたが、ディフューザー持ちがいないので困り果ててます。この団結のできなさがカジュアルの良さであり悪さだな。くっそ逃した。音にもう少し早く気づいていれば。向こうから喧嘩打ってきましたね。先に喧嘩始めたのお前だけどな。さてどうしましょうか。あれいつの間に3対1に、残るは先の敵。絶対ネイティブじゃねえな。最後声裏返ったのに不覚にも笑ってしまった。うかつにボイスチャットつけるとネタにされるんですよ。インチキ英語晒すことになるのでね。これで向こうネイティブだったらお前が笑い物にされるんだな。さて先森です。誰がわかるんだ先森。中学生くらいの子なら知ってるんじゃないですか?ちょうど勉強中でしょうし。さてここのカフェの3階防衛の豆知識です。ここに穴を開けて覗けば天窓の角が見えます。こんな風にチラ見した敵を撃つわけですね。何かと身を潜める場所のない3階ですが、こうすることで天窓からの侵入を防げます。すげえ上手い人みたいだなお前。勘違いされるのも嫌なんですが、キルログ見るあたりこっちに固まってると見ました。ここでショットガン構えながら待ちますか。時間もない指摘は無策に突っ込んでくるだろうな。それを期待します。角待ちを警戒したのはいい判断でしたが、ショットガン相手では厳しいようですね。というわけで攻撃、クラスター爆弾を設置できるフューズくんです。こんな風に。え?2キル1ノックダウンか。なぜ誰も逃げようとしなかったのか。待ってます。見たらわかるわ。フラグ。バックくんとかかな。来た。おおよそ当たってた。って言いながらとどめ刺すお前サイコパスみてえだな。というか左からの銃声すごいですね。あん。いつの間に入ってきやがったんですか。もっと左側警戒するべきだったな。向こうでフューズくんが暴れてますね。今回は餌食がいなくてよかったな。後ろのバリケードが壊れた音が。今度は有刺鉄線が。ふぅ。なんか発見されてるぞ。知ったことか。あの不審者いつ見ても変な格好してんな。なんだあれ。あれはビジルくんでしょうね。敵の偵察ドローンなどに映らないという能力があります。オッモンターニョくん言った。私も後に続きつつ、プラントをカバーします。と失礼。前回言ってたっけか、プラント中は隙が出るとか。ふぅ、まあその旨のことは言いましたが、そもそもにモンターニョくんは単体の攻撃力が低いので、誰か一人はついてやらないといけないんですよ。それって足手まといってことか?彼が一人でいるときは足手まといがほとんどです。複数人になって連携できれば強キャラですね。まずい外した。ごめんモンタくん耐えて、早く処理しないと彼が無駄死にする。せっかく敵の兵と稼いでくれてるのに、悪しろよ。どこだどこだ。あーなんかこの屈伸煽りみたいになっちゃった。ヘッドラインずらすために癖でやっちゃうんです。このゲームはヘッドショットで即死だっけか。そうですね。なので何としても頭は避けたいところ。そしてここら辺で交戦してますが。やはり、うまい具合に背中を取れたな。ふぅ。なんかまずい予感がします。なんかってなんだよ。あーやはり、よくこんな静かに侵入できます。ちょっと待ってください。一人にしないでください。一体には無理ですって。動画の残り時間考えて死ぬオチじゃないですか。物量差に押し殺される。もうこうなった時のプレッシャー半端ないんです。あーれー?ハッピーエンドでした。